皆さんこんにちは。前社長の性加害問題、グループの脱退、独立、滝沢秀明さんの新事務所設立、さまざまな問題が起きている中、ジャニーズ事務所が2023年3月末に時を脱退とジャニーズ事務所退所を発表した。永瀬智也さんに復帰を打診しているというのです。なぜこのような話が出てきたのか調べてみたので紹介します。まず永瀬智也さんは1991年にジャニーズ事務所に入所し、1994年に5人組グループ TOKIO のメンバーとなり、同年9月21日に Love You Only で CD デビューします。ただ最初の永瀬智也さんはあくまでも TOKIO のサポートメンバーという形で、雑誌やテレビでの紹介はずっと TOKIO with 永瀬智也となっており、 TOKIO 加入が雑誌上で正式に発表されたのは TOKIO with 永瀬智也として2年ほど活動した後の1994年夏。これはちょうど TOKIO の CD デビューが決定し、そして同時に結成メンバーの小島裕さんがグループ脱退を発表した時期という紆余曲折もあります。さまざまな面で物議を醸すジャニーズタレントも多いですが、歴代人気者の中でも永瀬が一番まともとの声は多かったようです。気取らない面白キャラで芸能記者の評判も抜群に良かったそうです。作詞、作曲、楽曲提供など音楽面の才能もあり、2015年には桑田佳祐さんにその才能を高く評価されました。さらに俳優としても世間に認められるほどの才能の持ち主で、2001年の映画初出演作ソウルでの演技により、翌年2002年の第15回石原裕次郎新人賞、2016年に放送された主演連続ドラマフラジャイルでコンフィデンスアワードドラマ賞主演男優賞などの映画やドラマに出演し、賞も受賞しています。事務所退所後は裏方に回り、事実上の芸能界引退状態と言われており、自身のインスタグラムを開設して近況などを伝えています。永瀬智也さんは10代から TOKIO 以外にソロでも活動していて、ジャニーズの屋台骨でした。ジャニーズでは極めて稀な円満契約終了だったそうです。いつも元気で少年のような時もあり、ライブでは透き通った力強く美しい声でファンを魅了していた永瀬智也さんの引退報道はファンに大きなショックを与えました。引退した理由については、ジャニーズ事務所によると、少年時代にジャニーさんから教えられた人の個性を大切にするという考え方のもと、長年にわたって培ってきた表現者としてのクリエイティビティを生かし、他事務所に属することなく裏方としてゼロから新しい仕事の形を作り上げていくことになりましたと説明されており、永瀬智也さんは、僕は今これで終わりだと肩を落とすよりも、よくここまでやってこれたなとメンバー全員を称えますとした上で、来年の3月をもって芸能界から次の場所へ向かいたいと思います。皆様にはその時まで温かく見守っていただけたら幸いです。またどこかでお会いできたら、僕のやりたかったことを分かっていただけるよう邁進するだけですと決意を語っていました。またわいせつ事件で山口達也さんが2016年にグループと事務所を離れたことで、 TOKIO は音楽活動ができなくなりました。永瀬智也さんは大好きな音楽活動ができないストレスを感じていたそうです。以前から音楽活動ができないなら退所も辞さないと考えていたそうです。音楽に対する熱い思いと高い理想から、納得できるものを作るには時間とお金がかかってしまうと考え、話し合いは平行線をたどったそうです。永瀬智也さんはとても音楽を愛しているということがわかります。永瀬智也さんは雑誌で、誰が何て言おうと僕ら TOKIO はバンドですと述べていました。そして2023年2月19日、自身がフロントマンを務めるバンドコードトーカーズでのライブ復帰、さらにファーストアルバムコードトーカーズを今年6月6日にリリースされることが発表され、 TOKIO ファンから注目を集めています。さて、先述した問題がうまく収束したとしても、ジャニーズが深手を負ったことは明白です。そこで今事務所として永瀬智也さんに復帰を交渉しているそうなのですが、
TOKIO としてではなく、事務所内で浮く元 SMAP の木村拓哉さんの相棒として戻ってきてほしいそうです。最近のジャニーズメンバーの大量離脱を受けて、このタイミングで永瀬智也さんの復帰に事務所も動き出したのです。辞めて丸2年にもなり、時期もいい頃と言われています。今後ジャニーズは城島茂さんが社長を務める TOKIO を単独グループとして活動させるそうで、元 V6 と嵐は完全にソロで活動、木村拓哉さんは亀梨和也さんとも仲がいいので、亀梨和也さん擁するカトゥーンは中丸雄一さんら現有体制で臨む、関ジャニ8も現有体制、あとはなにわ男子を最後に据え、全体のトップは東山紀之さん。これでバランスを保とうとのことです。そもそもなぜ TOKIO での復帰ではないのでしょうか。永瀬智也さん復帰の道筋も完全に出来上がっていたようなのですが、 TOKIO 城島茂さんが社長を務めるジャニーズの系列株式会社 TOKIO にはソロミュージシャンとして関わっていくようで、永瀬智也さんはコードトーカーズとして活動をしたいそうです。それには TOKIO の元メンバー山口達也さんも参加させたいらしいのです。永瀬智也さんは山口達也さんのベースについて、山口でなければあの音は出ないと評価しているほどで、城島茂さんはオリジナル TOKIO として永瀬智也さんを迎え入れることには全く問題ないと考えています。しかし山口達也さんに関しては、わいせつ事件を蒸し返されたくないそうです。活動するのは来年4月以降を目標としているようですが、永瀬智也さんが山口達也さんに固執するならば白紙に戻る可能性もあるとのことです。水面下では東山紀之さん、木村拓哉さんとの奥の手もあるそうです。木村拓哉さんはジャニーズでも無類の歌のうまさで、木村拓哉さんを中心にした東山紀之さん、永瀬智也さん、TOKIO、KinKiKids、KAT−TUNなどとのチャリティーセッションが計画されているとのことです。この計画が現実となるなら、一番の売りは永瀬智也さんになることは間違いないでしょう。いかがでしたでしょうか。永瀬智也さんの復帰を望むファンの声は引退直後から多かったです。この計画が起死回生の一手となるのでしょうか。そしてジャニーズ事務所の奥の手となるのでしょうか。何はともあれ、今後も永瀬智也さんの動向に注目です。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた。